皆様こんにちは2次の壁を破る18年最終合格を目指すということでガイダンス講義です、ね、を始めさせていただきたいと思います。担当はレクセニコ氏中小企業診断士の黒川です。 で今回ですね、まあ、ご案内させていただくのは、ですね、まあ、二次試験対策がまあメインになってくるんですけども、まあ、ここでですねやっぱりこう二次の、やっぱり二次試験をですね、まあ、突破していこうといったところで、でまあ、2018年度ですよねの、まあ、二次本試験で、まあ、しっかりこう合格を確実にやっぱり取りたいという思っている人ですね、にがまあ対象になってくるのかなというところです。でまあ、こういろんなこうまあ まあ、パターンの方が、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、今回こう、まあ、二次試験ですねまだ、あのー、受けたことないんですとでもこう次のです、ね、二次試験で、まあ、取りたいんですって方もい,るいらっしゃるでしょうしまあ,あの多い方がやっぱりこう今回ダメでしたとちょっとダメっぽい。 ですとでなのでまあちょっと来年こそ確実にやっぱりリベンジしていくという方でまあ経験者の方ですね受験経験者の方はですねもうまあ,あの多数おられるのかなというところです、まあ、そういった人がですねやっぱりこう、まあ、今回こそって感じでですねやっぱりかなり思いも強くあのお持ちだろうなというふうに思いますでそこをどうやってまず突破するべきなんかどう,やどういうふうにい なれば突破できるのかなっかけになるところのちょっとお話はちょっとさせていただきたいなというふうに思います。で私自身もですねあの二次試験は2回受けてるんですね。で1回目やっぱしくじりましてですねで平成16年でまず一次試験が一発で多かったんですよ。で,で平成16年の同じ年の二次試験を受けましたと。でこの年でダメで,で不合格で次の年ですね。で1年間勉強して平成17年の 2次,次試験で受かったという形ですねでその年で、まあ、あの診断自身登録したんですけどもなやっぱりこの1回目落ちたっていうところはやっぱり、まあ、理由ははっきりしててではっきりした理由がですねやっぱり自分自身が何書いてるのがよく分かんなかったっていう、まあ、そういうもうぼやぼやっとした感じでですねやっぱり受けたんですよねでまあこう合格基準もかちゃんと分かってなかったですしでどういうこう回答 どういう回答があるべき姿だったのかっていうのはやっぱりこう思い描けないままやっぱ試験会場に行ってでもうがむしゃらにとりあえず書いてでダメだったという感じですねでもう試験途中ぐらいからもうダメだなっていうふうにやっぱりちょっと思ってきたんででまあだんだんとこう集中力も落ちてきたっていう感じでまあまあ完全に落ちたなっていう感じであの帰り道帰ったっていうのが1回目ですねになりますでやっぱり結果やっぱり落ちてたという感じでですね、まあ、そこからやっっぱりちょっと そういう状態そのものがやっぱりまあそれ仕方ないなっていう部分はあったんですけどやっぱりかなり悔しくてですねでもう次の年で必ず受かってやろうという形ででかなり二次試験だけに特化してこう勉強したっていうのが、まあ、記憶にあります。でそこでやっぱりこう私自身がですねやっぱり経験者としてやっぱりや,やったというかまあこれが良かったなっていうのがあのまあ 合格する答案って何なのっていうところですよねそこが自分なりの回答で自分なりの文章自分なりの考え方の中から出てきたものとしてどういう回答がベストなのかっていうのがやっぱり納得感として一番持っておきたかったんですよでそれがちゃんとできればかければまあ受かるんだろうなこれぐらいかけてればまあだいたい合格するだろうなとでまあ合格基準6割の回答だったらこれぐらいでいいんじゃないかなっていう割引 霧もそそうですしその判断基準ですよねで基準がしっかり作れるっていうところがやっぱりないとなかなかやっぱまず厳しいなとでまず目指すべき姿が見えないとどこに向かって走っていけばいいのかわかんないとだから普段の勉強もただ単にがむしゃらにやっても右往左往するだけででぶれちゃうんですよねでなかなか成長しないと。でこっち行っっっちち行行たたありしてなんか全然 ここううまっっっすすすぐににででねやっぱ合格に達するてていうことができてないととがきなそうすると5年6年とかってかかっちゃうんですよね。やっぱそういう人は結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう結構長くもしもしですよ長くやられてる方がいらっしゃったらやっぱり間違ってるんですよなんかやり方が。で見えてないんですよ合格までのこうゴールが。ゴールが見えてなくてそこに最短距離で向かってないんですよね。なのでやっぱりこう 落ちてしまっていると落ちてるというのはその結果ですので、やっぱ結果的に落ちてるんであればやっぱ何かが間違ってるんですよ。そこを否定してで、今回頑張るしかないというところになります。でもしくは他社さんでやられていて、もう今回、レックの動画を。 見てるかもしれないでですけどでもしその他社さんでやられててでなかなか受かんないというのがあればまあレック式ですねレック式でやってみてどうかっていうところですねをまあ、考えていただくのがいいのかなと,という感じですなのでまあ、合格する姿ですねここをしっかりと思い浮かべるとでまずあるべき姿自分なりの考え方の中から生み出されたあるべき姿ですよ 見出すというところですねそこは能力アップですねそれがすごくやっぱ大事になってくるかなという感じですなのでレックではやっぱり模範回答を目指すっていう感じよりかはどちらかというと個々の人たちがちゃんと納得できる回答をそれぞれがちゃんと作れると でそれは模範解答のコピーではなくてですねでそれぞれにはそれぞれの回答があるとで模範解答以外の回答もあるでしょうし模範解答以上の回答もあるでしょうしそういったものをこう作り出せるようにするというところをきっちりトレーニングしていくっていうのがレック式ですね。 なので、通学コースとかであれば、結構やっぱりディスカッションとか、そういったものを取り入れたりだとか、で、良かった答案とかをこう見せ合ったりとか、まあこの辺も講師によりけりですけど、まあそういうような、まあいろんなこうやり方をしてですね、で、いろんな刺激を与えますと。で、刺激を与える中で、まあこうですっていうような方法論とかっていうのは、もちろん講師が語りますし、教えていきますし、で、しっかり用意されたこの答連、演習問題ですね。 もありますしでそれを実践をこう踏まえた上でこうどん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 レベルアップしていくという感じですね。で十分なこう練習量と十分なこう知識と使うべきポイントはここだっていうポイントですよね。とでそれをこう引き立てる能力かつこういろんな人のまあディスカッションとかを踏まえた上でのこう多面的なこうちょっと一歩こう下がったちょっとかなりその全体像をちゃんときっちり見てですね落ち着いて全体像の中でじゃあここが問われてるねとかっていう風に 求められるで、書くときの回答もすごく多面的に切り口も綺麗でロジカルに書いてる。まあそういった回答ですね。まあそういうのがこう一人一人がちゃんとできるようになるというところをこうトレーニングしていくっていうような感じですかね。がまあ,まあレックの求めてる姿というか、レックが提供してるものになります。なのでかなりあの本当に本筋を解いていくって形でですね、本当に真剣勝負ですね、真っ向勝負です。なのでまあ あのイメージとしてはコンサルタントの要請研修に近いですねなので研修にかなり近いというふうに思っていただければと思いますなのでかなり本当にもう受かった後そのままその力を使ってで実際にコンサルティングですね中小企業に対してコンサルティングしていくっていう力そのものもかなりついてるように。 まあ思っていただいていいです。なのでかなりやっぱりその辺が強いですし、まあ独立とかまで考えていらっしゃる方はですね、特にやっぱりこの方式ですね、あのレック式でおすすめかなというふうに思いますので、で、まあそのレックですね、ちょっと信じていただいて、レック方式をしっかり身につければですね、まあ中小企業診断士としてあるべきを評価されるわけですから、やっぱり中小企業診断士、要はコンサルタント、中小企業を支援するコンサルタントですね、としてのやっぱり 本筋をですね本筋の考え方本筋の捉え方本筋のこう切り口の用意の仕方だとかっていうのをきっちり学んでいくというところはやっぱり合格基準に達するというところになるかなと思いますなのでまあそこをちょっと徹底的にやっていくっていうのがま,あまさにレック式という感じになりますでまあ実際こうまあどういったものかなといったところをですねちょっともうあのー まあパンフレットですね、がありますので、もし同じようなものがですね、あのお手元にあればあの見ていただいてと。もしもお持ちなければ資料請求していただければあの手に入りますし、各レックの視点ですねで。でもまあ配布はあるかなというところです。で、まあま、おすすめコースのご紹介みたいな感じで、まいろいろ出てるわけなんですけども、基本的に、こうまあ,あの いいろろあでまあ1次2次の、あのー、コースですねもうありますしまあ人によってですね、まあ、1次試験まだ残ってると、ね、一部科目残ってる人もいるでしょうしで2次しかないんだけどで一応保険で1次もうちょっと何科目か一応受けとこうかなっていうような。 まあ2次のチャンス2回なんですけどでその2回以内に受かれればあのいいんですけど受かれなかったら1時からもう1回やり直しというふうになっちゃいましたでやり直しはちょっと完全に全科目からやり直しは怖いのでちょっと1次試験科目をなんかちょっといくつかあの一応保険でまあ抑えとこうかなとかっていうまあそれがまあ結果的に2次に使える知識ですしという感じでまあ受けてい,るいく方も結構多いですんでまあそういった方向けですね1時と2時。 1一時の何科目かをピックアップしたものと2次試験対策です、ね、をやっていくと。まあ1時だけっていう方もですねまあこれもいらっしゃると思うんですけどまあ1時だけのコースも当然ありますよというような感じにはなりますねと。で当然2時だけのコースももちろんありますという感じでまあ,あのそれぞれま選んでいただくという感じにはなりますと。 で基本はもう二次対策です二次対策がもう,もうこの上級者というかもう二次をとにかく取るっていうのが、まあ、メインの今日はそのお話ですので、まあ、二次でやっていくんですけどそのまあベーシック講座ステップアップ講座でまあいろんな過去問アプローチで事例4だけの集中とでアドバンス講座みたいな感じでまあ基本的にはステップアップ方式で段階的にですね実力を上げていくという形になっていきますと。 でベーシック講座では先ほどの,そのレック方式ですねレック独自のメソッドっていうのがやっぱりありますんでそこをですねあのしっかりあの、まあ、教え込みますなので、まあ、方法論とかでこういうふうに事例解放すればいいんですよとか考え方だとか切り口の用意の仕方でロジカルシンキングの仕方ですね深掘る。 やり方で、スレック独自のですね、事例整理シートだとか、フレームがあ,のありますんで、フレームワークですね、レックのフレームワークをぜひ使っていただいて、フレームに当てはめながら考えていけば、結構整理もあの楽にできていきますんで、分析ですね、事例企業の分析っていうのを、予見部の文章だけでですね、やり込むというのは結構きついですんで、そうじゃなくて、正しいフレームワークに当てはめてですね、考えていくということをすれば、 あの正しいですね、分析結果が得られますので、それを受けてですね、あの、回答を考えていくというような形ですね。なので、まあ、レック方式っていうのはここでベーシックでまあ学んでいくと。で、それに対してはトーレンですね。演習がつきますよと。で、プラス、ステップアップっていうことで、まあ、ちょっとこう、尖らしたりとか、で、あと、合格答案って実際どうなのとかっていうのちょっと分析してみたりだとか、まあ、そういった、まあ、ちょっとまあ、結構やっぱり上級者向けですね、の論点をこう、しっかりやっていくのが、ステップアップ講座ですね。と、まあ、トーレンももちろんついていきます。 で当連は全 8, 8回ということで、まあ、事例が4つありますね 4×2 ですねで2クール分ありますよという感じですでここからステップアップ模試というのがあって1回この5月の段階で模試を受けていただいてで5月段階で全国で、まあ、結構やっぱり受験者数多いですんで他社さ,さんからもやっぱり受けてきますので,で大体のですね、まあ、実際の本試験のこう傾向みたいなのがつかめます自分自身の位置づけですよね がつかめてくるんで、まあここで一回受けてですね課題を浮き彫りにしてじゃあ次どうするみたいな風につなげていくとという感じですね。 でここで、まあ、あの例えば過去問分析ですね過去問アプローチいうことで結構あの通常まあ大体その3年から5年分ぐらいをやり込んでる方がまあ多いですけどで過去問をですね、結構平成10 16年とか、まあ、そういった過去のですね、結構古い過去問ですね、のところとかって結構オーソドックスな事例があったりもしてですね、事例解放のためのオーソドックスパターンがですね、そこにあったりもするんですよなななでこここはちょっと見て欲しいいみたいなやつをこう、 結構古いやつもピックアップしますし最新のまあ過去問の中でも特にやっぱここがこういうポイントがありますねとかっていうような形ですね、まあ、事例分析のまあこうきっかけというか、まあ、そういったものをこう与えられるような、まあ、そういうような論点になってますとで結構これおすすめですよねなのでまあここで取り扱ってる過去問を特にこう深く研究してみたりすると、まあ、絞り込めてですねあのいいかなという感じですね さすがに全事例ですねをこうなんか全ての年度でやり込むと本当にそれが時間なくなっちゃってでたくさんやればやるほど1個あたりの事例がですね薄くなっちゃうんですよね。なのでまあそこを絞ってるというところがポイントかなとまあ結構ピンポイントに絞ってあの見ていきますんであここで過去もの傾向だとかでこういうところがポイントになるんだなとかっていうのを改めて認識していただくのかなというところです。で事例4ですね。 で事例4の集中トレーニングがつきますので財務会計が苦手な方です、ね、は結構多いと思います。なのでそこを集中的にこうトレーニングしていくというのが、まあ、財務会計だけの問題でまあ6回分つ,ついてきますの、ね、で結構なボリューミーですで。なのでここでしっかりです、ね、あの財務が苦手意識をです,、ね、もうすっ飛ばしてです、ねまあ、ここで得意にする。 財務が得意になるととかかななりあと楽ですからね。なので受かる人っていうのはやっぱりこう財務がしっかりできる人っていうのがまあ受かりやすい人の特徴でもあるので、まあ、ここでですね財務会計をしっかり得意にしていくって感じですねになりますで次にこうアドバンスっていうのがあってここでまあ,あのしっかり固めていくって感じですかねでまあ特にやっぱり一時知識を応用する範囲はやっぱりここだよねっていうところをもう一回こうしっかりやり込んだりとか、まあ、ちょっと復習ですよね で一次試験のことをもう忘れちゃってる人もまあおられると思うので1.5時知識って形で一次の応用っていう観点でやったりもちろん二次に出るところだけをですねやったりとかで二次のこう開放のまとめだとか仕上げの部分ですねをやっていくとでそれの答練がつきますとで最終的にファイナル模試ですねで模試を受けてで今の状況を知ってで、まあ、最後の微調整をして本試験と。 いう感じで,す、ね、でこれで2018年の本試験を受かるというところにこう対応していくって感じですね。まあ、この2次の対策講座っていうのをこうまあ基軸にしながらやっていくという内容になります。でここに対して「1時も受けるんだよ」とか。 で一次試験に関して、ちょっと、まああのー、何科目か選んで受けていくんだよと、で例えば企業経営論だけ残っちゃってると、で企業経営論だけ一次対策やってで、二次やるとか、で企業経営論だけだと不安なんで、じゃあ中小と、で中小と企業経営論受けるとかで、財務が得意なんで、財務会計と企業経営論受けようとか、まあ、そういういろんな方がいられると思います、おられると思うので、その科目別に選んでいただいて、で一次試験対策をこう取っていくというような感じですね、になります。 で特にですね、まあ、上級者の方からすると、こういう過去問解放講座だとか、あとテーマ別討練ですねで。ここにかなり問題がですね、もう相当量あるんですよ。なので応用問題とかも込みでですね、やっぱりこうあるので基礎編、応用編みたいな感じでですね、まあ、設定してあるのでですね、で問題をとにかくあのいっぱいやりたいよとかっていう人はこういうテーマ別討練とかあの上級者向けにやっぱりあの経験者ですね、経験者の方向けにおすすめですね。 で問題をしっかり解いて、問題解かないと、問題が解けないと、本試験解けませんので,で、そこでしっかりやり込むという感じですね。なので、インプットをこうまあしっかりやり込むより、とにかく問題ですよね。アウトプットをやり込んだ方が、実際の得点アップにはつながりますので、こういったところをやっていただくのがいいのかなと。基礎編、応用編ですね。こういったところをやると。で、あ,あとは申しですよね。申しはまああの受ける科目は必ず受けてくださいねという感じになりますけど、こういったところをこうやっていくと。 と,いうところですねになりますでまあインプットの部分が不安だったら、まあ、ベーシック講座からちょっと遠くと取るというのもまあありですけどまあここはあのー、よほど不安だったらって感じですねまあある程度もうひと一回しやってるんであればもう問題ですね問題ベースに問題重視でやっていくっていう方がまあいいかなという感じですねまあなので、まあ、こういったところですねまああのー 必要な人はですねまあインプットからやっていただいてという感じにはなってきますと、まあ、こういうふうに、まあ、一次試験対策二次試験対策っていうところでまああのーまあ、レックとしてですね、まあ、用意しているものはありますしレック独自のですね特に2次試験対策ですねはもうレックでしかやってないような形の、まあ、講座内容になっているというところで,でしかも毎年やっぱバージョンアップしますので,で、まあ、今回のこの本試験の結果を踏まえた上でまた 内容がちょっっと変わってきますで問題もですね、やっぱりこう、新しい問題作って、で、お渡しするという感じになるんで、まあ、今までレックでやられてた方もですね、まあ、もう一回ですね、また新しいこう講座内容だとか、新しい答練ですね、えー、演習問題の内容、まあ、それをですね、やるという際には、やっぱり結構いいのかなというところですので、まあ、あのー、ぜひですね、あの、まあのまレックに来ていただいて、で、まあ、レックでですね、やっぱり一緒に戦って、で、 一緒にですね,ね合格するというところに、まあ、頑張って努力していこうかなというところですね。ですでまあ、あとはですね、まあ、通信の方ですねで。通学どうしても来れないんですという方で、まあ、通学とディスカッションとかやったんですけどとかっていう話がありましたけどで通信の場合はです、ねまあ、あのもちろんの通信教材として、まあまあ、通学でやる内容と同じあの方法論は講師から、まあ、基本は、まあ、私が多いんですけどどんどんこう、まあ、伝えてはいきますと。であとはこう あのまあ、受かる人の多くはです、ね、結構質問を投げてくれるんですね。 で、質問を投げてくれて、で、質問ベースに、まあ、メールベースみたいな感じになっちゃいますけど、文章ベースになっちゃいますけど、そこで、まあ、いろんな講師とコミュニケーションを取っていただいて、こういう場合はどうなんですかとか、こういうふうに、この事例問題、過去問のここを分析してて、こういうふうに考えたんですけど、こういうのもありですかねとか、そういう、もう、疑問が浮かんだら、すぐに、やっぱりこう、なんか、やっぱり、送ると。で、レックはそういうのを柔軟に返しますんで,で、あの、そういったところですね、どん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 活用していただいてですね。で、まあ、 不安なくで、疑問なく、でしっかりあの正しい勉強方法で正しく成長して最短距離でですね、合格に向かっていくというところですね、そこを実践していただければなというふうに思います。ではでではすすねね、えーまあ、今回ですねあの試験 2次のまあ壁を破るといったところのまあお話ですねをさせていただきました。で、まあ、何かですね、あのー、話の中で,です、ね、2、まあ、次試験対策の講座だとか、講座内容だとか、まあ、何かしらの、ね、なんかお問い合わせがあれば、あのレックにです、ね、あのご連絡いただければ、あのまあ真摯にというか、あの対応はいたしますというところですので、まあ、ぜひご検討いただいて、まあ、ぜひレックで,です、ね、あの受けていただければなというふうに思います。では、えー、以上となります。どうもお疲れ様でした。